君は中華人民共和国福田手賞出身の歌手。男性アイドルグループ NCT のメンバー。本名は、2018年1月 NCT に加入。2018年4月 NCT2018 ブラックオンブラックでデビュー。2019年1月中国ユニットウェーブでデビュー。ウェーブのリーダー、ヤギザ。1996年1月1日。 中国福建省三名市、タイネ寧イで生まれる。タイ寧医実験小学校1年生だった時、校内で開催された歌の大会に参加し1位を獲得した。卒業するまでの6年間はずっと1位であった。2011年、高校の文化芸術祭でダンスや歌の演出を担当したパフォーマンスプログラム、マイキー、席を披露した。 音楽活動のために両親がピアノやギターを買い与えた。2011年末、自作曲、星にの作詞をした。その他にも、忘れ料や元が、などを作曲した。16歳の時、クラスメートの死に曲をつけた、楽曲、個人、を作曲し、ミュージックビデオも作成した。2012年、大名第一高校を在学中に、 総文前の新しい小古代プロジェクトに参加。7月29日、718年、中立文化総委員で開催された決勝大会で自作曲、星木に出勝ち進み、7万人が参加したプロジェクトから選ばれた新しい小古代メンバー10人のうちの一人となった。8月、北京現代音楽、研修学院流行園小学院中国語学科に転校した。 台湾で新しい証拠体としてデビューするためのトレーニングを受けた。2015年、広州市で開催された、韓国の芸能事務所、SM エンターテインメントのグローバルオーディションに参加。オーディションでは、シューマサルリンの聖歌詞を歌った。両親はオーディションを受けていたことを知らなかった。12月、SM ルーキーズのメンバーとして公開された。2016年4月9日、 中国新鮮湾体育中心で開催された第16回音楽風雲望年度制典に出演し NCTU ウィズワウト U の中国語版を披露した。4月12日参加した NCTU の楽曲ウィズワウト U の中国語版が公開された。2018年1月31日 SM エンターテインメントの各種チャンネルで公開された。 NCT2018 イヤーブックを通じて NCT の新メンバーになることが発表された。4月19日 NCT2018 プロジェクトの楽曲 Black on Black のミュージックビデオが公開された。4月20日 KBS にミュージックバンクに NCT2018 のメンバーとして出演し Black on Black のパフォーマンスを披露し正式デビュー。 5月25日、北京現代音楽研修学院を卒業し、金ミノルススムの表彰を受けた。7月23日より公開された NCT の旅行バラエティ番組、ホットヤングソウル旅行に出演。12月31日、中国ユニットウェーブのメンバーとしてデビューすることが明らかになった。2019年1月、所属ユニットウェーブのファーストデジタルシングル、 ザビジョンが発売され、中国正式デビュー。4月12日、シャオジュンと歌った片大道の、くれない豆、レッドビーンのカバー動画を公開。7月22日、化粧品、ブランド、カーソロンのイメージキャラクターに、ルーカス、ヤンヤンと共に就任した。2020年1月15日、ウェーブの YouTube チャンネルに、サムスミスの、How do you sleep? のカバー動画を公開。 2月28日、チョウ美とシャオジュンと歌った在味方方が公開された。5月22日、ウェーブの楽曲ドリームローンチのアカペラバージョンを公開。10月19日、NCTU として参加したフロムホームのミュージックビデオが公開された。12月19日、個人のスペシャルバージョンを公開。2021年3月28日、 チョンロと歌った、本音、フリーラブのカバーを公開。6月16日、ウェーブ内のユニットとして結成されたウェーブクの&、シャウジュンがシングル、バックツーユーを発売。9月より、TBSEFM のラジオ番組、クビのラジオパーソナリティを務める。ありがとうございます。